一番決められるってお客様はどれがいますか。最高だと思います。はい、聖大さんとか何かありますか。そうだね、最後はいや、まあ、バッシリ戦国対外戦だったんですけど、もうここまで来たらまあどちらが勝ちでもいいと思います。皆さんバッチシ盛り上がってバッチシ反応してください。よろしくお願いします。それでは決勝戦呼び込みたいと思います。凱旋軍パンク VS 戦国軍ローワックス、ステージに上がってきてください。決勝戦もルールは同様で同じです。まずじゃんけんからお願いします。ただ今回は DJ パナソニックさん、セロリさんから選びます。選択制です、はい、お願いします。では先行を取ったファンクさんにまずビートを決めてもらいましょう。セロリさんからお願いします。パナソニックさん、よろしくお願いします。大阪アップ。では DJ セロリさんでお願いします。小説数はどちらにしますか。8、はい、小説4本勝負でお願いします。それでは決勝戦いきましょう。先攻ファンク、後攻ローワックス、8小説の4本勝負、レディーファイ。大阪アップより梅田アップ、梅田アップ俺はブレないぜ、ブレたらブレるようなやつだもん、ブレたらファン。お前のスタイルは好きだぜ、子供のこととかなんか CD がどこの詐欺とか、ボケツ掘りなんぼ得るゴミだけど、それ以外は最高に好き。いや、ありがとう。お前のラップ文明昔から思ってた、だから交代時この前は俺がマイクを置いたんだ、だから勝たせてやったんだ、ボーナスだ。だがここで大阪アップより俺宮崎アップ、 N ダブダウン Yo one shot click click チェックチェックチェックマイクチェック one two から風が違う。あの時はお前が勝たせたな、黙れバカ。あの時は俺の離れ技がすごすぎたんだよ。お前俺だって負けようって裏で話してたけど、お前自分だけ泣き泣きで負けましたって、そんなダサいことするのがお前の中のリアルな筋通す、ヒップホップなのか。それじゃ梅田アップは超えられねえな、その宮崎アップ。今滋賀でしたっけ。滋賀じゃないです、宮崎です、地元に帰ってます。よっ、キムタクは日南の波に乗れません、なんでかわかります。よっ、俺たちプロフェッショナル、だからザコは速攻で追い出す、それが宮崎の礼儀。お前が来たらたっぷりでうまい飯でも食わせてやる、だけど今日は大阪食わせていった。 Thinking plus MOL Go South Park。 俺はアマチュア、プロフェッショナルじゃないが知らねえが、ストレートのバスでガスを蹴飛ばす、どこまでやってやるのか、でジェットバスで思うような気持ちよさ。マミーに俺は寂しいじゃないんだよ、だから自分を貫いてる。今日はいつも自分のためにラップするけど、たまには嫁のため、家族のため、それが気づいた、それが自分のためになるって今日は。俺は年越しもクリスマスも一人だ、孤独で表現者、これを金に変えなくては。弱さを見せてた男じゃねえんだ、あいつに言われた俺はトラさんを振るって街を旅するのさ。そこで見えてきたもの全てをライブに落として、お前が家族のために頑張る、その姿だけで十分じゃねえか、結果は後はもらわせてくれ、痛い目は見たくねえんだ。いや、今までは遊ぶお金だけど、お前の言う通り欲しいのは家族のため。いや、お前さっき言ってたな、何て言ったか忘れたよ、もういいよ、フリースタイルで最後まで言ってやるよ。東京海のほど今日も上で埋めた、アップ続けた10年が夢が今叶いそうな気がするぜ、声でかくなるよ、やめるよ。Yeah、 嫁の話とか家族の話で逃げるんだな、ギャグじゃないんだな、お前のスタイルはなんだよ。俺のスタイルは一回戦からこのままだ、ブレてるやつらもシュッシャシュッシャ、確信が見えてんだ、俺にはもうすでに光が見えてんだ。1月6日まで負け抜きねえし、誰がキングか、ここがまずは1ページ終了。これが最後の判定になるのかもしれないので、皆さん手と声をバッチリ上げて判定に参加してください。先攻ファンク君、バトルの勝負。後攻ローワックス君、バトルの勝負。聖者さん、一緒に見てもらってもいいですか。ではもう一度よろしくお願いします。先攻ファンク君、バトルの勝負。後攻ローワックス君、バトルの勝負。僕は決まりました。俺もじゃあ決まりました。それではせーので、あった場合、まあったら、まあそのまま優勝ということで、はい、いきたいと思います。せーの、ファンク！大成功チームバトル！
じゃあまずファンクに勝利のラップをしてもらいましょうか。ウィーニングラップの方をお願いします。もうやんの？もう始まってんの？アイスがないとフリースタイル始められないようなライバーじゃないからだ。今日は最高に嬉しい。嫁と子供が俺の応援してくれてた。おい、俺の本名深谷光って言うんだけどよ、光は今日は絶対優勝取ってやって涙ぐんでたよ。そんな同情を誘うようなことは俺はできるだけ何分別言わないようにスキルを見せつけたつもりだぜ。黒いんだぜ、すごいんだぜ、太いんだぜ、これが梅だ。もう一度バンクちゃんに大きな拍手をお願いします。そしてこちら、ファンク優勝。そしてこちら、優勝の少女でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてこちら、ファンクの大好きな10万円でございます。おめでとうございます。20万じゃないの？この後ありますよ。この後、正社員さんから。じゃあ、ファンクにこれから僕が10万円渡します。ちょっと待ってください。はい、まず1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11。やばいっすね。やばい、いやマジでもうほんと怨念が絶対十分持ってないから、最後怨念に俺は貸して、お前これ貸したかなって言いたかったんですけど、もうね、嫌ですよ10万払う。もうね、やる前から考えが汚い。汚い大人、ほんとに。もういいっすか。もう写真撮影だけ。ありがとうございました。マジ写真撮影だけ。え、なんてなんて。写真撮影、写真撮影、はい、俺の写真欲しいやつなんかいるの？いっぱいいるよ。ライブは聞きたいやろうけどな。